こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が手放して良かったものをベスト7というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。僕は仕事側ですね、日々いろんなものを購入して試しているわけなんですが、僕個人としてよく使っているものというのは結構量は限られているんですね。まあ、僕は自分自身のことをですね、買い物好きのミニマリストと呼んだりしてるんですけども、まあいろんなものを試しながら、どれがベストで、これはいらないなというものをですね、意外と取捨選択しながら、少ないもので過ごすようにしてるんですね。そんな中で最近ですね、これは手放しても特に問題がなかったなですとか、むしろ手放すことで生活が快適になったなと思うものをですね、皆さんに7つご紹介してみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主にですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、気になる方は下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムからお伝えしたいなと思うんですが、一つ目はスーツ関連のアイテムですね。まあ、僕は仕事からですね、そこまでスーツを着る機会はないんですけども、まあ、いろんな解説をしたりするのに様々なスーツがあった方がいいかなということで、まあ、何着かスーツを持っていたんですね。ですがやはりですね、日常的に着ることはほとんどないんですね。僕が今まで所有していたスーツというのはネイビーの無地のスーツ、ネイビーのストライプのスーツ、そしてグレー無地、グレーストライプ、こういったものをそれぞれですね、2着ずつ持っていたんですが、ほとんど活用することがなかったんですね。まあ、もちろんですね、動画の中でたまに解説することもあるんですけども、それにしても、やはりですね、ビジネスウェア全体がカジュアル化してきているので、最近は一般の会社であってもスーツを着る機会はどんどん減ってきているかなと思っています。ですので、今の僕の手元には、なるべく少ない数のスーツだけを残すようにしています。今あるのはネイビーの無地とグレーのストライプ、この2つのみですね。まあ、正直これも手放していいかなと思うぐらい全然スーツを着ることがないんですけども、まあ、最近はですね、こういったスーツというよりは割とですね、今僕が着ているような割とカジュアル使いもできるようなネイビーのジャケットに対してスラックス、このようなセットアップがあれば結構対応できてしまうのかなと思っています。まあ、セットアップの中でもそれぞれ綺麗な方向のセットアップからかなりカジュアルなものまでがあるわけなんですが、その中間ぐらいのものであればオンオフ兼用でどちらも使えるかなと思うので、僕はスーツは結構手放してしまっていいかなと思っていて、ネイビー無地のセットアップ、これがあればですね、様々な機会で対応ができるのかなと思ってますので、ぜひ皆さんにも今のライフスタイルを考えた上で何着スーツがあれば間に合うのか、ここをですね意識して使わないものに関しては徹底的に手放すことをお勧めしたいなと思っています。意外とですね、スーツをたくさん持っている方もいらっしゃると思いますし、スーツってかさばるんですよね。クローゼットの中でも結構な面積を使うので、まあ、使ってないものに関してはどんどん手放した方がいいと思いますし、これからもですね、スーツが大流行して、またビジネスウェアの中でスーツをめちゃくちゃ使うという機会は僕はそんなにないのかなというふうに思っています。まあ、それと同じ流れでいくと、結構ですね、ネクタイの量も圧倒的に少なくていいなと思っています。まあ、かつてはですね、僕はネクタイが好きで何十本と所有していたんですけども、そういったものもほとんどする機会がなくなったので、僕はですね、今手元に5本ぐらいしかネクタイを置かないようにしてるんですね。まあ、正直5本あってもそれを活用することはほとんどないんですね。まあ、動画で解説をしたりだとかスタイリングで使うこともあるんですけども、そんな僕ですら5本あれば十分かなと思うので、そういったスーツ関連のアイテムというのは今の時流というところに合わせてなるべく数を絞ってもらうとすごくですね、スッキリすると思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて2点目の手放して良かったアイテムなんですけども、これはですね、大きい長財布ですね。これはですね、まあ、しばらく僕は使っていたんですね。ちょうど僕が独立した頃からですね、二つ折りの財布から長財布にしたわけなんですね。まあ、今から12年以上前になるんですけども、その頃ってお金持ちは長財布を持つみたいな、そういった流れってすごく強かったんですね。ですので、ミーハーな僕も、それだったら長財布がいいよねという形で、そういったものを長らく使っていたんですが、確かに長財布って使い勝手がいいかなと思うんですね。
お札を折らなくてもいいですし、カードを収納する部分もいっぱいあるので、一つあるとすごく便利かなと思うんですね。しかも高級感があって大人っぽいので、やっぱり鉄板の財布だとは思うんですが、まあ、最近の流れとしてはキャッシュレスがどんどんですね、進んでいますので、わざわざ長財布を持たなくても結構身軽に生活ができるなと思っていまして、僕はですね、なるべく小さなカードケースで最近は過ごすようにしています。一応ですね、オンオフで財布を分けるようにしていまして、まあ、今回はオフのものを持ってきたんですが、僕のオフの財布はこのサイズでも全く問題がないです。この中にお札から小銭、そしてカードまで入ってるんですね。まあ、仕事の時に関しては小銭もですね、入れないような本当に薄型のカードケースだけで過ごしてるんですけども、結構こういったものでも全く問題なく過ごせるなというふうに思っています。まあ、さすがに休日は子供と出かける時にちょっとした時にですね、コインを使うことがあったりするんですね。例えばちょっとしたゲームコーナーでコインを入れなくちゃいけないこともあったりするので、一応ですね、こういったコインも入るものも持っていますが、まあ最近はですね、こういった小型のものでも十分運用ができるかなと思ってますので、まあ長財布にそこまでですね、こだわる必要はないかなと思っています。まあちなみにですね、僕は普段経営者の方のスタイリングをすることが多いんですが、以前はですね、長財布率が異常に高かったんですが、最近はですね、僕のような小型の財布を持っている経営者の方も結構増えてきました。ですので、お金持ちは長財布を使っているという常識は、僕は今ではそこまでマストの項目ではないのかなというふうに思ってますので、そういった点も含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、これはですね、ボトムスのバリエーションなんですね。僕は、まあ、ボトムスいろんなものを活用していたんですが、最近はですね、よく使うものは本当に少なくて、2本ぐらいに限られているんですね。それがブラック系のスラックスなんですね。まあ、こういったものがあれば結構様々な場面で使えるので、僕はボトムスはいっぱいバリエーションを持つよりも、まあ、気に入ったものが 1,2 本あればいいなという形で、最近はですね、なるべくここは手抜きをするようにしています。まあ、よく動画の中でもお話してるんですけども、結構ですね、人の印象って上半身に集中することが多いんですね。まあ、実際ですね、今の動画も僕の下半身は映ってないわけなので、どんなボトムスを履いてるのかはそこまで見えないわけなんですね。ですので僕はボトムスはある程度印象を固定してしまって、上半身でバリエーションをつけるという形にしてるんですね。まあそうするようになってから結構着こなしを考えるのが簡単になったので、これは結構効率化ができるかなと思っています。もちろんおしゃれな方はですね、ボトムスからファッションを組むという方も少なくないですし、ここのボトムスの選び方次第でファッションの幅って広がるかなと思うんですが、誰もがですね、ファッションを存分に楽しみたいわけではないと思ってるんですね。まあ、僕自身ファッションの専門家ですし、ファッションが大好きではあるんですが、ただですね、日常生活の中でいろんなやるべきことがあるわけで、日々のファッションをいろんなものを楽しみたいというところまで行き着かないことも少なくないんですね。その時にボトムスだけある程度固定化されていると結構ですね、楽なので、こういったボトムスの固定化というのは皆さんにもぜひですね、お勧めしたい項目かなというふうに思っています。まあ代表的なところで言うと、ブラックの細身のジーンズだとか、まあこういったものは定番的で、今っぽい要素はないんですけど、なんだかんだで使いやすいというところ。そしてもう一本は僕がお伝えしたようなスラックスですとか、あとはイージーパンツと呼ばれるような、少しですね、ゆったりめで、なおかつ動きやすいもの、こういったものも結構使いやすいので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはバッグですね。まあ、最近はですね、僕は手ぶらで過ごすことが非常に増えてきたんですね。まあ、特に休日に関しては、本当にバッグは持ち歩かずに、先ほどお伝えしたような小型の財布と、あとは iPhone 12 mini ですね。スマホも小型化してるんですね。まあ、大きいものもありますけども、やっぱりかさばるので、携帯はちっちゃくして正解だったなと改めて思っています。まあ、小さいスマホだとお尻のポケットにサクッと入れれば、それだけでですね、結構軽量でいろんなところ歩き回りやすいので、まあ、割とですね、荷物は軽量化するというのはすごく便利かなと思っています。まあ、もちろんですね、バッグゼロというわけではないんですが、以前はですね、結構いろんなものを日によって変えていたんですが、なるべくですね、手ぶらでいい時にはバッグは持たないようにして、荷物が多い時にはレザーのトートバッグですね。まあ以前にもご紹介したものがあるんですが、こちらを持つようにしていまして、なるべく荷物は手ぶら化して、なるべくバッグの量というものは少なくするようにしました。これが結構快適で、もちろん着こなしによってバッグを変えたいという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、こちらの動画を見ていただいている方は30代、40代のお忙しい男性が多いかなと思うので、何もですね、バッグを日々変える必要はなくて、なるべくですね、少ない量で回すというところもすごく便利な項目かなと思っています。
まあ、もしですね、一つ持つのであれば、僕はレザーのトートバッグ、こういったものがですね、どんな着こなしにも合いやすいので、ぜひこういったもので固定化するか、手ぶらで過ごすか、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて5点目の項目なんですが、これはですね、名作の革靴、これをですね、結構手放したんですね。僕自身もファッションが好きなので、やっぱり革靴にはすごく憧れがあって、様々なブランドを今まで買ったりして履いてきたわけなんですね。例えばオールデンですとか、パラブーツですとか、クロケット&ジョーンズですとか、こういった結構ファンが多い革靴も僕も履いてきたわけなんですが、最近はですね、履く機会がめっきり減ってしまったわけなんですね。まあこれは時代の流れもあるかなと思うんですが、最近はこういった革靴もいいんですけども、やっぱりですね、カジュアルなスニーカーみたいなものの方が歩きやすいですし、なおかつ旬な雰囲気も漂いやすいので、僕はですね、いい靴を買って10年履くという考え方も大好きだったんですが、意外と登板機会が少なかったので、ちょっとそれはもったいないなと思って、履かないものに関しては全てメルカリで売却をしてしまいました。僕はこういったファッションアイテムのコレクションみたいなものはなるべく行わないようにしてるんですね。やっぱりですね、高くていいものというのも男心は満たしてくれるんですが、ついそういったものをずっと持ち続けてしまうと自分のスタイルを更新することを忘れてしまったりもするので、それよりは定期的に今旬な靴というものを入れ替えていくというスタイルの方が個人的には合ってるかなというふうに思っています。下駄箱というのもですね、やっぱり収納スペースって限られてますよね。うちの自宅のシュークローゼットというのは、まあ、そんなにちっちゃい方ではないかなと思うんですが、家族4人いれば、やっぱりですね、僕の靴の置く範囲というのはそんなに多くはないんですね。おそらく5、6足ぐらいしか入らないかなと思うので、その限られたスペースを名作のあまり履かないような靴で占拠されてしまうのは、僕はあまりしっくりこないなと思っていて、それよりは今ですね、楽しめるようなスニーカーを定期的に入れ替えながらですね、置いておこうが、僕はですね、今の着こなしには合ってるかなと思って、名作の靴というのは全部手放しました。ここは結構賛否両論があると思いますし、人によってはそういった靴を楽しみたい方もいると思うので、否定はしないんですが、あくまで時代に合わせながら、限られたスペースをうまく循環させていくこと、これまたですね、結構新鮮な気持ちになりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、続いて6点目なんですが、これはですね、一長羅の服なんですね。まあこれは先ほどの項目とすごく近いんですが、まあファッションにおけるすごくですね、名作と呼ばれるアイテムがあるわけですね。例えばマッキントッシュのコートだとか、バブワーのビデールだとか、レザージャケットだとか、こういったものをちょっと奮発して購入したことも今までに何度もあったんですね。これは一生ものだからちょっと頑張って買ってみようと思ったものも、意外とですね、一生ものみたいなものは存在しないんですね。これは何度か僕もお伝えしていますが、ファッションの中にも流行があって、ぐるぐるそれが回転していくわけなので、やっぱりですね、旬な時期というのはそこまで長くないなと思っています。ですので僕のクローゼットの中を見渡してみても、一番持ったものでも5年ぐらいかな。これ以上昔買ったものだと、やっぱり古臭さみたいなものが漂ってしまうので、僕はですね、手放すようにしてるんですね。ですので、これまでマッキントッシュのコートなんかはすごく好きなので、かなりの枚数を買ったんですが、僕のクローゼットの中に残ってるのは、常に1着だけですね。やっぱり数年着ると愛着湧くんですけども、形が古くなってくるのと、少しヨレヨレ感みたいなものが出てきて、あまり清潔感みたいなものも漂わなくなるので、これはですね、もう定期的に循環させてあげた方がいいのかなと思っていまして、あまり奮発して無理をしすぎないようにしています。皆さんもですね、必ず1着2着は思い入れがあって高かった服というのがですね、あると思うんですね。ですが改めて振り返ってもらいたいんですが、そういったものが今もなお旬なアイテムかどうかというのはですね、結構疑問かなと思うんですね。で、そういったものほど結構捨てづらかったりだとか、手放しづらかったりするので、できればですね、身の丈に合わないような高すぎる服というのは、僕はですね、そこまで必要がないのかなと思っています。もしそういったものを買ったとしても、消費期限というものを自分の中で決めて、まあ5年間ぐらい楽しめれば十分かなというような期限を設けておいた方が僕はいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目なんですが、これはファッションアイテムというわけではないんですけども、ポイントカード、これはですね、手放してよかったなと思っています。僕は日々ですね、いろんなお店で買い物するわけなので、そういったお買い物した時のポイントをしっかりと貯めていれば、それなりには貯まるかなと思うんですが、結構お店によって還元率もまちまちで、あんまり貯まらないお店の方が圧倒的に多いんですね。ですので僕は結構ポイントカードってなくてもいいなというふうに改めて思っています。まあお買い物する際にわざわざですね、財布の中から出したりだとか、一手間かかるわけですし、常にそういったものを携帯したりだとか、
今日は忘れてしまったというところでちょっとテンションが落ちたりだとか、結構ですねポイントカードに一喜一憂するのはめんどくさいなと思うようになって、こういったものは全部手放したんですね。まあ手放したといっても一部アプリ化できるものに関してはそういった形で運用してるんですけども、アプリにしてもほとんどポイントがたまらないものも結構少なくないんですね。そして使わないとポイントって失効するので、僕はいらないなと改めて思っていますね。僕のように結構いろんなものを買う人間であっても結構保有しているポイントカードは少ないですね。還元率を見ていいところだけ残すようにして、それ以外に関しては手放すようにしてからすごく快適になりましたね。まあこれからますますですねポイントカードみたいなものはアプリ化していくかなと思いますし、もっと簡単に管理はできるようになってくるかなと思うんですが、それにしてもアプリでも圧倒的にいらないものが多いかなと思うので、やっぱりお店側の都合でこういったカードがあるということは頭の片隅に置きつつ、あまりですねポイントにこだわりすぎないということもすごく重要かなと思っています。ましてやこのポイントを使いたいからこれを買うというのはですね、結構本末転倒というか、そういった時に限って無駄なものを買いがちだったりするので、ポイントカードは思い切って諦めるという選択も僕は十分ありかなと思うので、ぜひ皆さんもこの習慣試していただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が手放して良かったと思う7つのものを皆さんにご紹介させていただきました。まあ皆さんもですね、思い当たる節があったなというものも少なくなかったかなと思うんですね。まあ実際に僕が手放してみてしばらく時間が経ちますが、全く問題がなかったですし、手放したことでかなりですね、気持ちの余裕が持てるようになったので、ぜひこれはですね、皆さんにお勧めしたい項目かなというふうに思っています。僕たち30代40代の男性というのはやるべきことがいっぱいあるので、その中でファッションにおいてどのように付き合うのかってすごく重要だと思うんですね。もちろんファッションが大好きで趣味な方であれば、そこにですね時間と手間とお金をかけるのはもちろんいいかなと思うんですが、そうじゃない男性も多いかなと思うので、なるべくシンプルにミニマルにこういったファッションとの付き合い方を改めて考え直してもらうと、結構ですねファッションが楽しくなるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に役立つような情報ですとかアイテムに関してどんどん発信をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。